ウィリアム・コーンウォリス・ハリス、サー・ウィリアム・コーンウォリス・ハリス1848年10月9日は、イギリスの工兵士官、画家、狩猟家、ケント州、ウィターシャムのジェームズ・ハリスの息子として生まれ、14歳で、イギリス東インド会社のアディスコーム軍学校に入学した。2年後の1823年12月に、イギリス東インド会社の陸軍に入隊し、 ボンベイ公平の将尉となった。以降13年以上にわたって、インド各地に駐屯し、その機会を捉えて、狩猟や野生動物の描写に勤しんだ。1824年には中尉に昇進し、さらに10年後には大尉となった。1836年6月、ハリスは1467トンのバッキンガムシャー号で、ケープタウンに到着し、 熱病から回復するまで2年間をここで過ごした。幸運なことにハリスは、も、セガでまたベレランドの王、無ジリカジと会見するなど、北方への旅行から戻ったばかりのアンドリュー・スミス、博士に出会った。ハリスは、バッキンガムシャー号に同乗していた、ボンベイの文民官僚、ウィリアム・リチャードソンと共に、1836年から1837年にかけて、ケープタウンを起点に、 トランスバール西部やマガリンスバーグ山脈へ向かう、資料の旅を手配した。彼らはアルゴア湾まで船で行き、グラハムズタウンへ向かい、そこで遠征に必要な装備を調達し、造下商人のデイビッド・ヒュームとロバート・シューンから有益な助言を得た。彼らはオレンジ川を渡って、車へ行き、無尻火事と友好関係を築いていたロバートもファットに会い、 無尻火事の統治についての有益な情報を得た。無尻火事は、ハリスの贈り物を喜んで受け取り、遠征の一行は、マガディースバーグ山脈を目指して、密かに南東へ進んだ。一行はそこで、マタベル族、サーレ・セラシェのもとへ、通称条約交渉のために送られた、イギリスの外交施設団を先導した。この派遣の際には、広範な科学的データの収集も行われた。 1843年、ハリスは詳細の昇進が広告され、翌年にはイングランドでナイトに除された。ナイトとなったハリスは、ダール・ワール・ディオンとプネーの公平執行役員代理を務めた。ハリスは、プネー近郊で熱病のために41歳で死去した。ハリスは、スコットランド南東部オールダムのジョージス・ライゴーの娘で、サー・ジェームズ・アウトラム将軍の命にあたる。 マーガレットスライゴーと結婚した。夫妻の間に子供はいなかった。ありがとうございます。